最近疲れてない？大丈夫？俺が癒してあげるから、おいで。ぎゅー、ふふ、かわいいな。もう離れるの？まだいていいよ。最近よく頑張ってます。偉いよ。毎日頑張るのが当たり前じゃないからね。すごくすごく偉いことだよ。いつも同じことの繰り返しかもしれないけど、それでも違うところはきっとあるはずだし。一度過ぎたら戻れない貴重な時間だからね。よく一日を振り返って反省しみたいなのしてるけど、自分を責めすぎちゃダメだよ。生きてるだけで偉いんだから、過去は変えれないけど、未来は変えれるよ。今の自分次第でね。だからそんなに過去にとらわれずにしてね。楽しくないし、毎日疲れちゃうし、こうしつけばよかったねって考えても、過去には戻れないし、過去を変えることはできない。だからそんなことを考えてるよりも、これから君と過ごせる時間、君と一緒に楽しむ時間のことを考える。そっちの方が楽しくて幸せ。もちろん君といれるだけで幸せだけどね。なんか哲学？みたいな話しちゃったね。恥ずかしくなってきた。ちょっとこっち来て。ぎゅー。絶対今顔も赤くなってるわ。え？顔見たいって？やだね、見せない。はいはい、動かないで。君は黙って俺に抱かれてればいいの。それで俺と一緒にいればいいの。大丈夫だよ。何があって何かわかんないけどさ、大丈夫だよ。よく頑張ってるから。いつでも甘えてきてね。